今からお尻触っていきますが、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんですね。なのでね、今からしっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明したってことはめっちゃ痛いよと思います。頑張ってください。はい、足伸びますね。うわ、出た出た出た、うわうわ、来た来た来た。でもね、そこら辺がいつも痛くなるんですよ。ですよね。暑かったら下暖房入ってるからそれも切ることできますからね。あ、本当ですか。大丈夫です、ね、だいぶ痛さ減ってきたでしょ。減ってきました。すごいけど、気は抜いちゃダメだよ。では反対側にしますね。はい、ちょっと待ってね。前、カメラの位置、カメラの位置をこう。はい、ではここ。うわうわ。最初の一手がでは、こちら側を上に横向いて休んでください。出た出たね。
れましたね。お尻の筋肉っていうのはここからここまでくっついてますから、はい、あのここをしっかり刺激してあげるとかなり効果的なんですね。で私がわざわざまあまあ痛いよってことですから頑張って。うわギブ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 そんな強く入れてないんですよ、ね、いやいいですやってください。疲れあのね、この辺りっていうのはね、やっぱりね、汚れが溜まりやすい場所なんですよ。はいはいはい、なので、まあちょっと疲れが溜まってるよって感じ。あー、ダメ！ちょっとギブ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 ちょっとギブちょっとギブちょっとギブってよくないけどあー、すいません。いい？心落ち着けた？大丈夫です。もうさ
最初の一手がやばすぎる、本当に。でしょ。その叫び声を聞くためだけに僕存在してる。いいですね、めっちゃやりがい持って仕事されてるじゃないですか。ベースですからね。人を痛めつけるのが大好き。じゃないとこんな続きません、ね。確かに。いやー。すごい楽しそうやなって。でしょ、うん、常に。常に。いいですね。これやった後に酒飲んで寝たら楽しそう。めっちゃ美味しそう。いいですね。そう、美味しいよ。はい、じゃあ下向きになって休みましょう。下向き、下向き。